アルゴスです。最近意味を調べていて気をつけなくてはいけないなと感じたのが勤めるという単語。漢字表記によってだいぶと意味が変わる。勤めるは会社に勤める。勤めるは大役を務める。勤めるは解決に勤める。意外とすぐに意味の違いを説明しにくい、つまりは間違いやすいこの単語たち。日本語は本当にややこしいですね。その代わり様々に表現をする機会があり、魅力的な言語だとは思います。それでは意味の違いに気をつけながら、明日も素敵な日本語を使っていきましょう。また。